あれここはえっと私、何してたんだっけ確かさっきまで学校にいてそれからえなにこれでしょしかもよく見るとここって私の部屋 あせ先輩どうして先輩がここにもしかして先輩が私に薬を飲ませてこんなことを <laughs> そっか先輩が私を監禁するためにここまでしてくれたんですね まさか先輩が私のことをここまで思ってくれていたなんて。この手錠も先輩がかけてくれたんですか嬉しいです。実はこれ、先輩のために用意したものだったんですよ。本当は先輩を監禁するためのものだったんですけど、これはこれで役に立ってくれましたね。 先輩、もっと私を見てください。先輩の力で動けなくなってしまった私の姿。ああ、私今、とっても幸せです。もう食事もいりません。先輩と同じ部屋にいられるだけで、先輩に一日中見つめてもらえるだけで。 先輩に関心を持ってもらえるだけで私は満足ですもしかして先輩が私を監禁したのって私が自由に行動できないようにするためですかそうですよねこうでもしておかないと私は先輩に群がる邪魔な虫どもを次々始末してしまいますからね 今日までに起きた一連の事件。犯人が私だってよくわかりましたね。先輩。私が犯人だってわかるくらい、先輩はずっと私のことを見つめてくれていたってことですよね。あ、はあ、なんて幸せ。私が先輩のことを思うのと同じくらい、先輩も私のことを思ってくれていたんだ。 でも、甘いですよ。これくらいの手錠、コツさえ知っていれば、簡単に外せちゃいますからね。だから、もし先輩が一瞬でも、私から目を離したら、私はその隙に逃げ出して、邪魔者を全員片付けちゃいますよ。ねえ、先輩。 もしそれが嫌ならどうすればいいかわかりますか例えば今日から毎日24時間私と一緒に過ごすとか私が逃げ出せないくらいもっと厳しく縛りつけておくとかそれか私の逃げる気がうせるくらい痛めつけるとか 逆に私の体力が尽きるまで愛してくれるとか理解できましたよねいずれにしろあなたはずっと私と一緒にいるしかないんですさあ先輩の愛をもっと肌で感じさせてください先輩にされることならどんな方法でもいいんです 私はあなたに関われるなら、どうなってもいい。私はあなたのこと、深く深く愛しています。先輩になら、この命さえ捧げても、構わないと思えるくらい。だから、今すぐ私に教えてください。先輩は私のことを、 どれくらい愛してくれていますか